ベテランらしい技術のあるプレーですね。ダブルチームでボールを取りに行く千葉ですが、なんとかボールをつなぐ静岡、外からのシュートから決めていきました。そういう成績でした。プロプレー、若田のパス、これを読んでいた。ボールをヒールしました、杉本。杉本選手、素晴らしい反応でした。ここは1対1を選択するか、エリアの中、フックシュートを決めていきました。加納誠也がリバウンドに入っていますが、最終的には千葉にボールが出る。大崎、外、木田のシュートはどうか、スリーポイント。おお、いいですね、オフェンスリバウンド。高さがあります。2m26cm は脅威。ここも積極的に打ってくる、決めてきました。アレックス・デイビスとのマッチアップです。ハラ勝負に行く、決めてきました、ダンク。いいフェイクでしたね。はい、その彼と、これで再び1点差。杉本、ボールを運んできます。インカがついていますが、振り切っていく。さあ、杉本、アレックス・デイビス、スリーポイント1本決めていますが、コーナー、アレックス・デイビス、バンショット。このスクリーンもスイッチすることで、特に何もズレが起こらなくなっていますね。かわしてブロープレーですか、ブロックショット。この2人でブロープレー選手を抑えにいっているような感じですね。前田からアスリー、決めていきました。岡田がボールを持ってきて、ブロープレー、これですね。ブロープレーの中入っていく。最後はハーラー、大崎に対してダブルチームに行こうというところ。橋本、ボールを奪った。そして岡田で、いやー、ブロック、後ろから来ていましたが、橋本なんとかカバーしていきました。それがどうしても入らないのが、なんかね、運が悪いとしか言いようがないですね。いや、そうですね。中入ってきました、前田。静岡の大塚優斗、大崎とのマッチアップ、ボールを入れた山田、エンドワン。パスを狙っていましたが、引っ掛けました、アレックス・デイビス。やはりこのサイズは武器ですよね。そしてここで試合終了のブザーです。